はい、えー。いつもご覧いただきましてありがとうございます。腕時計のあれこれです。えー、こちら、えー。ファンの方からご支援いただきまして、A1 サイズのカッターマットが届きました。Amazon の欲しいものリストですね。これに入っていて、この大型のサイズが まあ欲しいということう、えー、今まで使っていたまあこれも新しいこの作業も使い続けるんですが A3 サイズと比べるともうこんなに違うんです、ね、隅っこに置いてももうこんな感じなので比較にならないほど大型で皮、えー、の切り出しがこれで非常にしやすくなりましたし他の作業も非常にしやすくなりましたこれ表裏あって裏はこちらと同じ色になっていました え非常にこれは嬉しいですこう明るい色なので、えー、作業場もパッとこう華やぐようになりまして、えー、まあこれからより効率が上がっていく感じになりますね、まあ、工具箱ももうこちらでしっかりできているので効率が上がっていきますでまた、えー、その方にはこの T45 という、えー、オルファの刃物もご支援いただきましたこれで隙がこうはかどると思うので、まあ、こういったこう違う刃物 も非常に嬉しいですえー、今なんですけれどももうそちらの方のご注文頂い,いたベルトは、えー、こんな具合でもう出来上がりますこっち側はもできてますね今回、えー、手首の細い方ということで ご依頼を受けていたのでこっちは一般的な長さなんですけど結局結論としてはこのバックルの位置なんですよねここがどこに当たるかで仕様の感じが変わってくるのでこう作るとすごく嫌ですけどできればこの金具がちょうど手首の中央でややこちらえー 傾く位置に寄り添うこれが理想的な位置になるのでちょうどこの血管と言いますか、まあ、手首のこう真上にここですねなんでややこう手のくるぶし側に少しは寄るんですけれどもこの位置が理想的なのでここから時計までの位置を算出するのが、えー、私あれこれの当面の課題になってくるなというところなんですね。えー、で何か こうこうリモートでオーダーを受けてるので、まあ、手首全体のこう手首周り外周を教えていただくことは可能なんですけれどもその時計の大きさつける時計の大きさによってもここの位置っていうのは変わってきますのでここの位置っていうか長さですよねこっちからの長さが変わってくるので、えー、何かより良い測定方法を提案できればフィット感が上がるものを ご案内できるなと思っております、えー、なので腕のこうたくましい太い方いや、えー、細いスマートな方は、えー、ぜひご相談ください自分も可能な限り可能な限りと言いますか本当に全力で寄り添って理想的な長さのベルトをね、えー、作りたいと思います、まあ、また改めて動画を上げるんですけれども私あれこれのベルトにはかなり特徴と言いますかこだわり の要素が非常に詰まっているので、具体的にどういうところが、えー、こだわっていて、一般的な市販品にはないようなところなのかなというのを、えー、ご説明する動画をまたアップしようと思いますので、えー、よろしくお願いします。今日はこちらですね。すごく欲しかった A1 サイズのカッターマットが届いたので、えー、その、えー、ご報告動画です。これはもうめちゃめちゃ嬉しいですね。このサイズ。 業務用にですね、もうこのサイズになりますと。非常に嬉しいです。このサイズは、作業がはかどります。はい。ではまた今後も動画アップしていきますので、どうぞご引きくださいませ。この辺で失礼いたします。